faster, faster. Faster? Faster. Get charged. You ready? Hell yeah. On my way, see you. はい、ということで病院から今帰ってきました。まあそのチームのドクターから連絡があって、コウダ今からブレイスつけに行くぞって言われて、自分はブレイスっていうのが何か知らなくて、ブレイスって何って言ったら、その足の保護するちょっとなんか硬いやつって言われて、そのギブスやんと思って、いや俺もう自分ギブス嫌いなんですよ、いやギブスは嫌だって言って聞いたらギブスって英語でカストっていうらしいんですけど、まあ、そのギブス嫌いっていうのが、まあ、その多分自分の父の血を多分引いてると思うんですけど、自分の父が半月板を怪我した時に、まあ本当はギブスしないといけなかったらしいんですね。でも動きづらくなるって言って、もう医者に猛抗議をしてギブスをつけなかったっていう伝説があるんですけど、いいだけのっていうぐらいギブス嫌いで、まあ多分おそらくその血を自分引いちゃってるのか分かんないんですけど、ギブスってあの何日かもつけるやつだろって言ったら、いやそれじゃない、それカストだよって言われて、あブレイスって言って、あのちょっと頑丈なサポーターだよって言ってくれて、あそっちかってなんかそっちかよみたいな感じで、2人でウェイみたいな感じでこんなことやってたんですけどあのギブスじゃなくてよかったです。お疲れ様です。まあチームのトレーナーが言うには、まあ、自分の今の現状を見る限り、あと5週間か6週間ぐらい練習復帰にはかかるって言ってて、結構、まあ、長いですけど、まあ、いろんなスポーツ選手だったりいろんな分野で、まあ、うまくいってる人たちがみんな言うのがやっぱり、まあ、そういう例えば起水時期も無駄じゃなかったみたいな、その時期があるから今の自分があるみたいなことを多分みんな言ってると思うんですね。だから多分本当にそうなんだろうなみたいな、まあ、前回の動画で自分言ったんですけど、まあ、そのうまくいってない時期があっても、それは絶対に自分がこれから上のステップに行くために踏まなきゃいけない段階っていうか、まあ、本当にそうだと自分は思ってて、だからまあ、まあ、きっと大丈夫だと思います。まあ自分の今の YouTube チャンネル全然自分のいいとこ今全然出してないですけど、以前対談動画を撮らせていただいた、まあ、田代千倉さんというタイリーグとかでもプレーされてて、今 YouTuber としても活動されてるんですけど、その方の対談動画撮らせていただいてからとかも取り合えるようになって、まあ、連絡もくれたりするんですね結構で、まあ、自分の YouTube も見てくれてて、怪我焦らずゆっくり治していこうって言ってくれて、その方もすごい膝の前十字を断裂しちゃって大怪我しちゃったんですけど、そこを乗り越えて今またプロに戻るっていうことをやってる段階なんですけど、やっぱりそういう人に言ってもらえるとすごい頑張ろうって思えるし、なんか負けてらんないなというか、まあ、その方が、まあ、うまくいってない時期も結果的にそういうのも全部いい方向に戻ってくるからって言ってくれて、やっぱり自分よりも経験がある人にそう言ってもらえるとすごく説得力があるというか、よし頑張ろうって思いました。まあそのチカリータ、チカラさんにはまあすごく前向きな言葉いろいろ言ってもらって、負けずに頑張っていこうと思います。焦らずその自分の部下が活躍してる姿を想像しながらこれからリハビリ頑張っていこうと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では失礼します。